ヒット商品を生み出すためにはどうしたらいいのか。こんにちは。ビジネスマンの悩みにお答えする書籍をご紹介するチャンネル、気づき書店へようこそ。月に30冊以上本を読んでいる店主のヨナハです。本日ご紹介する本はこちら、ゲームの父横井軍平伝、任天堂の DNA を創造した男です。商品開発やマーケティングの仕事をしていて、ヒット商品を生み出すためにはどうしたらいいかと日々考えている方にぜひ読んでいただきたい一冊です。著者はIT ジャーナリストの牧野武文さん。本書の主人公であり、任天堂の DNA を創造したと言われる横井軍平さんへの取材や周辺人物への調査を通じて書き上げたそうです。横井軍平さんはゲーム&ウォッチ、ゲームボーイなどを開発しました。ゲームのコントローラーについている十字キーも横井さんが開発したそうです。僕は子供の頃、ゲームボーイにとてもお世話になったのにもかかわらず、本書で初めて横井さんのことを知りました。今回は本書の中から任天堂の強さの秘密と遊びの化学反応をご紹介します。まずは任天堂の強さの秘密からご紹介します。任天堂はもともと花札やトランプを製造販売する会社でした。任天堂の強さの秘密は、世間で行われている技術競争に背を向け独自の世界を切り開いたことであると著者は言います。ゲームの世界ではセガ、ソニー、任天堂と90年代半ばから熾烈な競争が繰り広げられてきました。そこではより迫力のあるゲーム、画像のリアルさ、処理能力などが焦点になっていました。しかし任天堂は面白い遊びというのは決して処理能力や画面の解像度から生まれるものではないことを知っていました。新しい技術から一歩下がって全体を俯瞰し本質を発見する思想を、任天堂の中では枯れた技術の水平思考と呼んでいたそうです。この枯れた技術の水平思考という言葉を作り、任天堂に根付かせたのが横井さんなんです。横井さんはこんなことを言っています。日本企業というのはどんどん海外進出しています。それは安い労働力で安く作らないと負けるから海外に進出しているわけです。私に言わせればそうではない。安く作らないと売れないというのはアイデアの不足なんです。だから日本国内で作っても高く売れるだけのアイデアを考えたらいいじゃないかというのが私の意見です。それは決して難しいことをしなくても実にたわいもないことで実現できるのです。任天堂の強さの秘密は、高品質や高機能にあぐらをかいているのではなく、コストダウンに血眼になるのではなく、アイデアで勝負しオンリーワン製品を作り続けている点にあります。続いて遊びの化学反応についてご紹介します。横井さんが技術論を話すときに、必ずと言っていいぐらいソニーのウォークマンの話を引き合いに出したそうです。今でこそ外で音楽を聴くことは普通になりましたが、その礎を築いたのはソニーのウォークマンです。しかしそのウォークマンに当時の最新技術が使われていたかというと、そんなことはありません。既存の技術の寄せ集めにしか過ぎなかったそうですが、誰も考えなかった発想をしたことによって大成功をしました。横井さんがウォークマンを尊敬していたのにはさらに深い理由がありました。それはウォークマンにあれほどの人が熱狂したのは、どこにでも音楽を持ち歩けるという利便性のことではなく、ウォークマンを聴きながら電車に乗り夕暮れの風景を見ると、今まで何度も聴いていた音楽と何度も見てきた風景のどちらもが心を揺さぶるほどに新鮮に感じられることでした。ありきたりの音楽とありきたりの風景を重ねることで化学反応が起こり、どちらもが今までとは全く違ったものに感じられるのです。横井さんはこのシチュエーションが起こす化学反応に注目していたそうです。ここでヒット商品はアイディア次第だと解釈してしまうとダメだと著者は言います。それは横井さんの枯れた技術の水平思考は、自身が技術者としてサバイバルする処世術でもあったからです。僕は技術者ではないですが、こちらの言葉が刺さりました。技術者というのは自分の技術をひけらかしたいものですから、すごい最先端技術を使うことを夢に描いてしまいます。それは商品作りにおいて大きな間違いとなる。売れない商品、高い商品ができてしまう。安易に新しいものに飛びつくのではなく、すでに使い古されたものを用いることにより多くの人々に届けられるという思考は、ものづくり以外でも役立つのではないかと感じた一冊でした。気になった方はぜひ読んでみてください。ご来店ありがとうございました。気づき書店ではビジネスマンの悩みにお答えするおすすめの書籍をご紹介しています。仕事の悩みを解決したい、スキルアップして社会に貢献したいと考えている方はぜひまたご来店ください。